どうも、駒ヶ崎です。今日はこれ、最強恐竜フレンズ、バンダイから新しいね、恐竜の食玩シリーズが発売されていましたので買ってみました。これパッケージ見る限りね、結構デフォルメされた恐竜のフィギュアっていう感じですごく可愛らしいんでね、非常に楽しみです。でラインナップは5+1、今手に持っている5個、ティラノサウルス、スピノサウルス、トリケラトプス、ブラキオサウルス、プテラノドンという5種類に加えて、ティラノサウルスがレアカラーが1色あるということで、一応ね、同じボックスに入っていたティラノサウルスもう1個買ってきました。これで全種類揃うかどうか非常に楽しみです。今から開封していきましょう。じゃあティラノサウルスは最後に開封するとして、この2番のスピノサウルスから開けてみましょうか。これどうなんだろう、結構でっかいのかな。振ってもね、音しないんですよね。じゃあ開封してみます。でこれは食玩なので中にお菓子が入ってるはずなんですが、お、でかい。さ、なかなかねフィギュアのクオリティ高いんじゃないですか。こういう感じでここにガムが入っていました。はい、スピノサウルスです。結構ねデフォルメされてはいるけど、細かいこの顔面のシワとかなかなかしっかりと作り込まれていますね。はい、可愛らしいです。恐竜フレンズっていう表記になってたので、指人形的なね、こう下が開いてんのかなって思ってたんですけど、あの全身ちゃんと作られてますね。こういう感じになっていて、首がですねこういう風に回転します。多少こう角度をつけて、なんか首をかしげた感じにすることができます。でこの足の付け根がこのように回転します。足が結構細めなので、自立するのかどうかっていうところなんですけどね、こういう体勢かな、こういう感じで足をなんか前後に出したような形なんですけども、あ、ちゃんと、はい、このように立たせることができました。で顔はこんな感じ。思ったより色暗いんですけど、非常につぶらな瞳で可愛らしいですね。じゃあ次開封してみましょう。では次、3番のトリケラトプス開封します。ちゃんとこうプチプチにくるまれてるんですよね。こういう感じですね。トリケラトプスはこう足は固定のポーズになっていて、顔がこんな感じ。今回ね、全体的に黒目が大きいというか、なんかこう白目のないアーモンドアイといった感じで、若干怖いっちゃ怖いかも。でも可愛らしい顔してますね。でこのトリケラトプスの裏面はこういう置物スタイル、穴が開いてます。で全体がねこう緑色なんですけれども、ちょっとバンダイのね生き物大図鑑と比較してみましょうか。これがリアルなトリケラなんですけれども、横に並べるとこんな感じで、まあ、ほぼね同じ色っていう感じですね。こっちの方が少し黄緑が多いといった印象なんですが、全体のカラーリング的には近い色合いで塗られているように思います。ということでトリケラトプスこんな感じでした。次はブラキオサウルス。これまた箱のねデザイン見るとめちゃくちゃ可愛らしいですよね。あ、でかい。中身が結構大きいです。よ、首が長いから結構大きめに。これは可愛い。色もなかなかねいい感じですね。いいね。全体がこう茶色かかったグレーというか、象の皮膚みたいなね色合いで塗装されていて、首を大きく曲げて後ろをね振り返るようなポーズ。デフォルメされてる分首はちょっと短めになっているんですが、非常にね特徴を捉えたいいデザインなんじゃないでしょうか。これめっちゃ可愛いな。デフォルメはされているんですけど、体はねなかなかこうゴツゴツとしたいかつい体つきをしていますね。この巨体を支えるための筋肉というか、この太もものあたりのね筋肉のつき方とか非常にこだわって作られている感じがしますね。でこれに関しては特に連結の分割線みたいなのも一切なく、こういうデザインでね固定になってるんで、もうかなり出来いいですね。これブラキオのフィギュアってなかなかないので、これ結構気に入りました。裏面はこんな感じ、置物スタイルです。
で並べるとこんな感じでね、気持ちブラキオの方が首の長さの分ちょっと体を小さめにしてバランス取っている感じでしょうか。次は5番のプテラノドン、開封しましょう。これ置けるのかな。ほっ、お、結構サイズが大きいですね。羽を広げた姿になっているのでなかなか立派ですよ。プテラノドン、こういう感じですね。翼を大きく広げて空を飛んでいる姿で、こう足がね、こう上側を向いていて可愛らしいですね。で全体的には茶色で塗装されてるんですが、ところどころこういう黄緑色っぽい色が塗られていて、なかなか全体的にカラフルな印象ですね。うん、かっこいいじゃないですか。で一応このプテラノドンは首のところがですね、連結になってて、こう回転させることができます。顔がこういう感じですね。これなんか骨格の形が生かされているっていう感じなんでしょうか。ちょっと目のくぼみとかが大きめに作られていて、結構ね顔とか体のシワとかまで作ってあるので、なんていうかデフォルメはされてるけどリアル寄りな印象を受けますね。でこちらも目は真っ黒。さあということで最強恐竜フレンズ4種類開封してきましたが、最後この T-REX 開封しましょう。で T-REX はレアカラーバージョン、ゴールドバージョンが入っている場合があると。当たったらラッキーって書いてあるんで、まあ、わかんないけど数は少ないのかもしれないですね。まあどっちかっていうと僕としてはねノーマルの方が欲しいんですけど、まあ一応2つ買ってきましたんで両方当たったらラッキーっていう感じで開封していきましょう。1個目いきます。いきます。ほっ、あ、これは通常カラー、通常カラーの T-REX ですね。全体茶色っぽい塗装なんですが、ところどころこういう風に黄色くねグラデーションが入っていたり、ちょっと赤っぽい塗装が入っていて、なんかこう皮膚のね表面の雰囲気がしっかり再現されています。正面から顔を見るとこんな感じで、で横こういう感じ、牙がちょっとはみ出しています。背骨をねしっかり感じるようなデザインになっていて、結構ちゃんとねこう骨格とかを考慮して再現されているような印象を受けますね。足の作りとかもさ、なかなかちゃんとしてるんですよ。足裏こういう感じになっていて、このね両足のなんか指のつき方とかもね結構リアルな感じに作り込まれてますね。生き物大図鑑の T-REX と比較してみるとこんな感じで、デフォルメされてるんですけど遜色ないくらいにしっかりこう足が再現されている感じがします。立たせるときは両足が単純にこうまっすぐに水平に両足が並ぶ感じじゃなくて、ちょっとどちらかの足を前に出したような体勢になるんですよね。なかなかこの安定する場所を探すのが難しいですが、お、こういう感じで安定しました。こう立たせるとね足がこういう風に少し前に出ている感じになってて、ポーズがね単にこう左右対称のポーズじゃないっていうのもなかなかいいですね。さあということでティラノサウルス当たりが入っているかどうかドキドキします。開封してみましょう。さっ、うわー緊張するな。一応同じボックスから取ってきたんですけど、おお、当たった、やりました。やっぱボックスに1個入ってんのかな、やったこれは嬉しい。いやゴールドいいね。ゴールドカラーの T-REX 当たりました。これ足がね出したばかりだとちょっと癒着しちゃってるんで、一回こうグリンってやるといいのかっていうことでね、今ね足が回らなくてちょっと苦戦してたんですけど、なんかまあ思ってた通りというか、こう中でゴールドの塗料が張り付いちゃってたみたいだったので、一回お湯で温めてふやかしてですね、足を一回バコって外してこうまた戻してですね、こういう風に回転するようになりました。あんまりやると表面のこうゴールドの塗料とか剥げちゃうと思うんで、こっちはね飾る専用っていう感じにしたいなと思います。こちらがゴールドのティラノサウルスです。もう全体がねゴールドで塗装されてるんですけど、
かなりツヤ感があって、ノーマルカラーと比較してもこんな感じでかなり雰囲気が違って見えますよね。さあ、ということで今回はバンダイの食玩最強恐竜フレンズ紹介いたしました。いかがだったでしょうか。これソフビフィギュアでだいたい400円弱ぐらいの金額でした。多分380円とかで購入できたので、このクオリティで380円だったらなかなかいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、こんな風にね、中身も選べるようになってるので、欲しいやつをね、ピンポイントで買えるっていうのもいいし、まあ、なんていうかこういう食玩系のソフビフィギュアって、こう足の部分ってこういう作りになっててもしょうがないのかなっていうふうに思うんですけど、ちゃんとこのね、二足歩行の恐竜は2本足が独立して、このお腹のところまでね、しっかりと分割して作られてるっていうのがかなり嬉しかったです。こういうなんかデフォルメされたティラノサウルスのフィギュアっていうのも可愛くて、割とね、なかなかないかなっていう印象なので、またこのシリーズも続編出るんだったら集めていきたいなって思います。というわけで今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。駒ヶ崎でした。